チャオ、あっちゃんです。今日1月の20日、チャオ21日、あっちゃん家の晩ご飯の後のデザータイムは、ファミマで買ってきたファミマスイーツいちごシュー果肉塩練乳入り121円、税込み130円です。光るね、めっちゃ光るな。こんな感じです。ではこれ、シャメ取っとこう。では、いただきます。まだね、サムネ用の写真を撮ろう。昨日と同じサムネだったもんな、俺。またシュークリームかよ、みたいなね。スタイリストさん、ちょっとチェック OK。 はい。一人でやらない。これ食べ分からへんよな。ちょっと見て、こんな感じだな。いちごを見せて、ね、サムネの写真は難しいわ。ということでね、ちょっと食べましょう。チキータゴシクリーム入ってへんかって、ね、あ、けどフライングで舐めてんけど、みたいな。美味しい。あのね、いちご、いちごは甘酸っぱいの果肉が入ってて、プチプチ入っててね、美味しい。種が、うん、美味しいな。シューは普通やねんけどね、うん。うん、いちごのスイーツ好きやからいいわこれ。うん、あ、おいしいおいしいおいしい。美味しい。うん、幸せ。なんか、汁が硬い。うん。汁がちょっと硬くてね、味は普通やけど、クリームが美味しい。いちごのクリームいいね。うん。ね、1個あたり190キロカロリーです。見ない方がいいです。見ないで食べましょう。タンパク質 3.8g、脂質 10g。炭水化物 21.3g、 ナトリウム 83mg、 いちご、洋菓子原材料いちごが一番入ってる。乳糖を含む主原料とする食品、卵、鶏の卵、砂糖、小麦粉、ファットスプレッド、加糖練乳、加糖卵黄、コーンスターチ、ストロベリーソース、グリシン、はい、そんなもんです。はい、めっちゃ美味しいな。このパッケージがいいよね、かわいいよね、なんか。うん、でもね、あっちゃん家のこの町ってローソン2軒とセブンが1軒しかなかったよ。セブンなくなっちゃって潰れちゃってんけど、だからもうローソンしかないね。だからこの街うろちょろしとったらね、結局ローソンの紹介しかなくなってくるから、出た時はファミマとかセブンとか、ミニスト、
寄ろうとして、もう無理によってでもいろんなもの仕入れていこうと思ってんだけど、なかなかやっぱこういうのって買ってきたら翌々日まで、これでも23日までね、賞味期限が。だから2、3日しか食べられへん。で、1日2個も3個も食べられへんから、ね、って思ったら、1回出たら、今日は、今週ファミマやったら来週はミニストーみたいにしていかなあかんねんけど、ファミマはね、いいの多いね、やっぱりね。何個か買ってやんね、いろいろ。あ、美味しい。美味しかった。ね。ファミマもね、抽選やってて、なんか当たったからね。そう、そんなもあったりね。なんやかんやで、ファミマ、また行ってきます。明日行けるかな？明日行けるって、明日ちょっと、家で、いろいろごそごそ戻ってんけど、ちょっと寝てで行こうかなと思って。大寒卵もうワンパックかなと思って。まあ、それだけじゃないねんけどね。いや、分からへんで。いっぱい食べたからっていいもんじゃないから、けど、ゆで卵にしたいなと思って。ほんで、1個2個より、もうワンパック買ってきて、ゆで卵にしてしまおうかなと思ったり。まあ、そんなこんなで、今日のあっちゃん、ファミマの、何の関係ない話すよね。ファミマの、いちご臭、果肉、エンド、練乳入り、税込み130円、美味しかったです。はい。ということでね、今日のね、あっちゃんの、スイーツタイムは、ファミマのシュークリーム。昨日ね、ローソンの大きなツインシュー食べたしね。で、セブンのね、シュークリームも確かにね、中のクリームが美味しいね。で、ちょっとね、最近セブン全然行けてないね。こっちにないから。でねんけども、ローソンがね、いちごのロールケーキやってた。で、セブンもね、いちごのなんか、セブンアンバサダー、セブンのスイーツアンバサダー入ってるから、ようメール来んねんけども、いちごのなんかがね、案内来てたんよ。今ちょっとね、いちご週間なんかもわからへん。で、って思ってたらね、あそこ、ドン・キホーテで、いちごのなんかこんな、ムースみたいな、プリンみたいな、ゼリーみたいな売ってて、なんかそんなんもね、あったからね、結構やっぱ今、いちごのシーズンというか、いちごスイーツの時期なのかもわからんね。やっぱこう春先、新年から春に向けてまたイチゴが取れる、まあハウスイチゴやから一年中取れるけど、ほんまにその4月5月やイチゴってけども、イチゴって春の食べ物やからね、1月から春やからね、暦の上ではね。だからね、なんだろう、イチゴっていうのはやっぱこの新年を迎えるにはふさわしい食べ物かもわからない。である意味やっぱり風水的にもイチゴとかもスイーツもいいのかもわからない。風水的にもね、ご飯の後のスイーツってすごくいいから、今日はね、ほんまにね、大寒卵食べて、国産鶏食べて、で、スイーツ食べて、もう最高に金運の、金運アップのためにね、いい食事をしたなーってあっちゃんつくづく思うんだけどね。はい。ってことでね、もうこれでほんまにこれで金運上がってくれたら最高やねんけどね。安いな。願掛けどんだけ安いね。まあそんなこんなでね、でもあちゃんはそういうのを信じて突っ走るだけです。はい。突っ走る前に部屋を片付けろっていうことだけどね、ほんまに風水ではね、部屋を片付けてきれいにする、それが大事やね。だからあちゃんは今年はね、ほんまに金運をつかむために片付けます、頑張ります。はい。いうことでね、今日ほんまになんかめっちゃ満足やね。っていうか、人生初のね、大寒卵を食べられたのがすごく嬉しかったさ。テンション上がりやっぱなしやね。はい。まあそんなこんなでね、いいことあるでしょ、おそらく。はい。まあ、明日も楽しく行きましょう。はい。今日の、あっちゃんの動画、これで終わるのかな、まだこの後続くんかな、わからへんねんけど、これがだいたい7時台に上がるからね、9時台の動画とかは上げられたらええなと思うねんけど、できてないねん、動画が。また明日朝から作るか分からない。まあ、その辺ちょっと考えてやっていきたいと思います。はい。いうことで、今日はファミマのスイーツ、ファミマスイーツ、いちごシュー、果肉と練乳入り、121円、税込み130円。美味しかったです。はい。いうことで、今日はね、ちょメイクもしたらしね、ライト当てて、ちょっとチラッとやってんけどね、ライト上から当てたらこの辺が影になるからね、もう一本下から当てやなあかんのかもわからないけどね、2本当てたら眩しいね。はい。まあ、そんなのどうでもいいね。はい。
もうちょっとこう近づけ、近づいたらこうね、いいでしょ。ちょっと遠かったらね、こんな感じな。うん。まあね、あ、もう何でもいいや。はい。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯の後のスイーツタイムこの辺で終わりにしたいと思います。では、またね。バイバイ。今日のあっちゃんの、金運スイーツ。いや、スイーツが金運やんね。の、いちごが金運とかではなく、甘いものは金運にね。金運晩ご飯に続きで、金運スイーツ良かったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。高評価をしてくれたら金運アップすると思います。はい。ということで、またね。バイバイ。